ナビー・アカーシャ・モスクナビー・アカーシャ・モスクは、西エルサレムにある歴史あるモスクである。預言者アカーシャの墓このモスクは、預言者、ムハンマドの共有の一人である、アカーシャ・ビンモフ・シンの墓の横に19世紀に建てられた。イスラームの伝承によれば、サラディンの兵士たちが、この場所に葬られたという。マムルークたちにより、13世紀にこの墓廟は、増築された。さらに、 モーゼ、イエス、そして、ムハンマドがここに葬られたという伝承があり、大英帝国の高等弁務官、ジョンチャンセラーをして、近くの通りを、預言者たちの通りと名付けせしめた。モスクとボビオの近所の公園1800年代には、70年以上にわたって、ボビオのある丘は、ビルナガオンの学生たちの集会所として用いられていた。これらのユダヤ教徒たちは、 アラブ人の持ち主から丘を借り、幕屋の中での弁学と金曜の晩の礼拝のために集まった。それには地元のアシュケナージとセファルディのカバラ主義者も参加した。1929年8月26日、1929年のパレスチナ人暴動における虐殺に対する報復として、モスクはユダヤ教徒の集団に攻撃された。モスクはひどく傷つき、 5秒は冒涜された。1948年の第一次中東戦争の間、西エルサレムからパレスチナ人が逃げ去った結果、モスクは放棄された。現在モスクはハーレデの住む外区の中にある公園の側に位置している。シュトラウス通りと預言者たちの通りが交わる交差点の近くである。2011年12月、モスクは極右過激派により、 プライスタグアタックと呼ばれる行動において、グラフィティを書かれ、また彼らは火をつけようとした。モスクとしては現在機能しておらず、エルサレム氏は建物を倉庫にしている。アブラハムの宗教はいずれも、日没から1日が始まるので、これはすなわち土曜日の始まりである。ありがとうございます。